万博関連で伺います。はい、大阪ヘルスケアパビオンの万博終了後の利活用についてマーケットサウンディングの結果公表予定が4月下旬になってたんですけども、はい、進捗いかがでしょうか。あの今日ちょっとレクチャーを受ける予定ですので、すいませんちょっとまだお伝えはわからないんですが、あの事前に聞いてるとあのいくつか良い反応というかこうビジョンを示していただいている社があるやには聞いておりますが、ちょっと詳細まだレクチャーを見ておりませんので、追って発表したいと思います。あのぜひあのやっぱり新しい時代の、ま、健康医療ヘルスケア命、こういったものを目指して大阪ヘルスケアパビリオンはあの2025年4月に開幕にしっかりこう世界に向けて発信していきますので、ぜひこれをレガシーとして残していただいてですね、後世に引き継いでほしいと思います。はい、次の質問をお受けします。共同通信に連れないと申します。はい、今の質問に関連してなんですけれども、あの今日レクチャーあるということで、発表はまた後日という感じでしょうか。ちょっと発表のタイミングまた確認しておいてもらっていいですか。あの一応何か予定がずれたり押したり揉めたりということは聞いていないので、あの従前想定した予定、通りと思っていますが、すみません詳細今日あの午後からでした。レクチャーを受けますので失礼しました。はい。